公明党の山口代表は会見で政倫審に議員が出席して説明責任を果たす重要性を強調しました。説明責任を果たして国民の信頼を取り戻すということが重要なんです。出る出ないでこの結果が信頼を損なったままということでは本末転倒だと。山口代表はさらに対象となった人たち自身がよくわきまえて今の日本の政治、岸田政権に対する信頼を取り戻すためにどうしたらいいかの判断が大切だと述べ、政倫審への議員の出席を促しました。